フランスとイギリスの間で移民の影響をめぐる緊張が高まる中、フランスの警察はダンケルク近郊の不法移民キャンプを撤去しています。先週、1日としては記録的な数の移民がイギリスの海岸にたどり着いたことを受け、両国は11月15日、危機管理について協議を行いました。フランス当局は11月16日、フランス北部にある不法キャンプから、 1> 約1500人の移民を立ち退かせる措置に着手しました。ダンケルク近郊のキャンプでは、警察や特殊部隊が作戦を監視しています。援助団体によると、移民の多くはイラクやアフガニスタンの出身で、英仏海峡を渡ることを望んでいるとのことです。今回の立ち退きは11月15日にイギリスのプリティーパテル内相と、 フランスのジェラルド・ダルマナン内相が移民問題について協議を行った後に実施された措置です。11月11日に1日の最高記録となる1185人の移民がイギリスにたどり着いた事態を受けて、両国は移民圧全業者に対する取り締まりを強化することで、越境を100%阻止することを約束しました。フランスのダルマナン内相は11日のテレビインタビューの中で、 移民を危険な影響へと向かわせる原因になっているのは、イギリスの労働法だと述べ、危機の原因はイギリスにあると非難しました。ナルマナン内相はこう述べています。なぜ彼らはイギリスに行くのか。カール・マルクスならこう言うだろう。イギリスの労働市場が非正規労働者の予備軍が働けるように多くの点で機能しているからだ。 今年、英仏海峡を小型ボートで渡ってイギリスにたどり着いた人は2万3000人を超えています。これは2020年の3倍に迫る数です。イギリスはフランスにボートの出港を阻止すべく、さらなる努力をするよう求めています。フランス警察は越境するボートの増加を食い止めてはいるが、流出そのものを抑えることはできないと述べています。 n d d Japan がお伝えしました。